皆さんこんにちは。今とても怖いことが起きてるんですよ。だから BGM がホラーなのか。そうです。ちょっと私怖いの嫌なので今日は帰ります。逃がしませんよ。いやー、それより何が怖いんだ。あ、そうそう、実はね、この動画うつむじが編集してなかった動画なのです。ただのサボりじゃねえか。どこが怖い話なんだよ。こんなの誰も怖がらねえだろ。いやー、なんとなく怖い感じにしてみようかなって。あれ、とりあえず倒しておきましょうか。普段大丈夫か。怖ーい。怖がってる人いたら。そういえばさっき倒した敵なんかダウンしてなかったか。あい、忘れてたけどこれソロスクなんですよ。霊夢さん早まらないでください。霊夢さんにはまだ早いです。大丈夫だよ。このモード金武器しか出ないから敵さんすぐに倒せるんだよ。金武器しか出ないんだったら敵さんも金武器だから霊夢負けるぞ。あー、なんでそんな大事なこと早く言わないの。泣くよ。泣きながら転がるよ。意味わかんないことするなよ。いないいない。バーへっへー。霊夢さん最低です。霊夢実況やめろー。なんでそんなに言われなきゃいけないの。マリサさん、この人格殺入れましたよ。本当に人間性疑うな。人間やめた方がいいんじゃないか。本当にひどいよー。みんな私に当たり強すぎ。視聴者のみんなは私に優しくしてくれるよね。分かんないですね。もう結果決まってるの。前の敵さん倒せばみんなも考えが変わるぞ。よしよし、あとちょっとだー。待てよらー。てめえの武士と私の名誉をよこせやー。やられてるー。許さないぞこの野郎。この敵さんは絶対に倒します。私の名誉を奪ったんだ。ただ上下ねえぞ。ほら編集して。あの編集はこいつやりよる。編集できないのを敵のせいにするなよ。はい、編集。いやー、やっぱり私って最強なんだなって。ちょっとこの人頭大丈夫かな。病院紹介しましょうか。もうこの人たち嫌だ。知ってますか、ここの奥で敵さんが戦ってるんですよ。ちょっかい出しに来ましたよ。小学生がよくやる好きなやつにちょっかい出すみたいな感じでやってください。何その、何も、一人一人倒しましたよ。そのお仲間さんがいるから、その人にも。小学生がよくやる好きなやつにちょっかい出すのやってね。だからそれものすごくやりづらいんだけど、とりあえず積極的にアプローチしてみましょう。まずはお話しすることが大切だもんな。そして心の壁を壊しましょう。誰かと仲良くなるには相手に壁を作らず作らせずの距離から入るのが大切ですな。時にはこんな感じに拒絶されるかもしれないので、その時は遠慮せず倒しましょう。倒すの。ほら、そんなこと言ったから敵さん銃構えて待ってたよ。もうもう可愛いんだから。ツンデレってことですか。いいから普通にやりなさいよ。ここから SMG のゴリ押しをしましょうか。よし、オッケーと思ったら、さらに新しい敵が参戦いたしましたよ。ラウンド1。はい、あっちに逃げたんですか。しっかり倒しに行きましょうよ。てかしがいないんかい。あらら、いい感じでしたねー。これでひとまずリテローは終わりですかね。さすが霊夢さんです。ソロスクでも戦えていますね。戦えているのは序盤だけですよ。マリサちゃん、少しは私のこと褒めてよ。さっき敵さんが落とした武器と紙に行きましょうか。しっかりポーションあるじゃないですか。ライムさんラッキーですね。あの、私ライムじゃないんだけど。どうしたんですか、インコさん。え、私の面影一つもないんだけど。あ、そうだ、ここで一つお知らせでもしましょうか。この度クランのベースのストリーマー部門に所属いたしましたことを報告させてください。ねえ、それ私が言わないといけないやつなんだけど。あと皆さん、プレゼント企画の参加ありがとうございます。予想以上に参加者がいて集計が大変でした。これからまだ増えるかもしれないので集計頑張ります。あの、私のセリフなんだけど。しかも敵さんの音がしてるんですよ。さあ倒しに行きましょうか。霊夢さん頑張ってください。私はお菓子食べて待ってます。応援してよ。いいペイント。いい感じに敵さん階段の方見てたな。まず一人、そしてもう一人も。まずいまずい、死がいなくなってた。死んじゃうよ。ひひ、ゴミ箱。はっは、入ってきたな。待ち伏せてやる。ほいっと、ちょっと M さんどこ行ったんですか。いやいや、ひどい戦いだったな。資材なくなるし、M 悪いし。これじゃあ私もびっくりしますよ。とりあえず回復あってよかったです。アンチも近いから大丈夫だな。あ、そうだ、私たちがクランに入ったので、これからはもっと上手くなれるようにめっちゃ練習します。なので皆さん応援よろしくお願いします。あ、この動画の時はまだ入っていなかったので名前はそのままです。多分この次の動画から名前に VASE に変わります。私がしようとしたお知らせ全部持っていくじゃん。プレゼント企画もお楽しみに。まあ大したよ。さあ、霊夢さん、どんどん次に行きましょうか。アンチに向かってますよ。皆さん褒めてください。なんでアンチに向かうので褒めなきゃいけないんだよ。後ろから豪華客船が来てますよ。また戦うのか。ちょっとそれはヤバいんだけど。ロクトンスマッシュ食らっちゃいましたね。ロクトンスマッシュって何。あのアレキサンダーの攻撃だよ。ちょっと情報が多い。そんなことより死んじゃうから回復しましょうか。という暇をなかなか与えてくれないのがスクワットですよ。ちょっとみんな入ってきた。嘘でしょう。まだまだだな。もっと練習頑張りましょうか。はいはい、頑張り申します。それじゃあ今回の動画はここまで。よかったらチャンネル登録高評価、イロンアンダーバーネちゃんにクリエイターサポートしてください。それじゃあ次の動画で。またねー。